そうだったな。まあでも何もなかったんならそれはそれでいいんじゃないか。ほら、頼まれたのは監視だしな。それもそうですね。何事もないならそれもいいですね。ま、たまにはこうやって過ごすのも悪かないしな。え？さよたんとゆっくり話せてよかったなーっと。俺、最近余裕なかったからな。私も今日は楽しかったです。そういえば、どうした？今日は妹さんのところへ行かれないんですね。もうこんな時間か。いつもならこの時間もう出かけている頃でしたね。何やってんだ俺。畜生、バカやってるな。また月子に笑われる。俺、本当にバカやってる。今日はこのまま帰るよ。どうせ今からじゃちょっと間に合わないんだ。教えてくれてサンキュー。そうですか。その代わりと言っちゃなんだけど、さよたんのことを送っていくよ。その送ってなど私には必要ないものです。いいんだよ。どうせミュンヒハウゼンのとこ顔出さないといけないし。そうすると、私のことはついでなのですか？いや。では、何なのです？どっちかっていうと、ミュンヒハウゼンの方がついでだな。それは、その…さあ、行こうぜ。そろそろ腹も減ったしな。孝太郎さん。来たのね。ここまでのって、去年の12月以来。放っておけないか。
やっぱりここを目指してきてる。なんだと思う、カカチ。そうね、それが何であっても大差ないか。どうせは同じだもんね。来るなら来なさい。いくらでも切ってあげるわ。これで仕留めた？違う。新手が来るのね。はあ、キリがないな。さすがに、この量はちょっと応えるかな。はじめまして、月のお姫様。あなた、誰？おっと失礼。俺は通りすがりの騎士さ。光太郎の友人のね。光太郎の妹と聞いたからな。そうでなくても、君みたいなお姫様の危機は捨ておけるようなもんじゃない。姉よ、血はつながってないけどね。それは複雑だな。そうね、複雑かもね。人様のことはあんまり詮索しない主義なんだがね。そう。でもあまり詮索しすぎるのは女の子に嫌われる元じゃないかしら。これは一本取られたな。でもミステリアスな女性に惹かれるのが男ってやつの差までね。私の正体は内緒よ。あなたの言う通り、謎が多い方が魅力的でしょ。なるほどね。じゃあ残念だが別のことを聞きたいな。この状況に心当たりはあるかい？ありすぎてわからないわ。知っていることだけが全てではないし。まあ仕方ないか。じゃあ今は目の前の敵の方が先だな。大丈夫か？あまり長くは持たないのよ、この力は。少し休めば大丈夫。心配しないで。なるほどな。でも辛そうだな。なんなら部屋までエスコートするぜ。お姫様抱っこでな。ありがとう。でも平気よ。一人で戻れるくらいには元気だもの。あ、それと光太郎には黙っててほしいかな。察してくれて嬉しいわ。複雑なんだろう？告げ口の趣味はない。それに
綺麗な女の子の頼みは極力聞くことにしてるんだ。絶対って言わないところが素敵ね。昔の約束で懲りてね。以来俺は聞けない頼みってやつを一つだけ決めてやるんだ。それが何かは聞かないわ。それで愛子なんでしょ。そういうことさ。ありがとう。こうのこともよろしくね。これは大変だな、光太郎のやつ。さよちゃんもかな。手がかりなしか。手口が同じである以上、黒幕がいないはずはないんだがな。あれは…手作りチーズケーキの屋台か。ちょうどいいや、土産に買っていこう。ごめんよ、ケーキ2つ送れ。いらっしゃいませ。あと1つしかないんですが、構いませんか。一つだけか。切り分けるにしてもみんなで食べるには小さいな。とはいえせっかく来たんだしな。買わないってのもあれだよな。ありがとうございました。さて、いっぺん引き上げるかな。元気だったか。あ、光太郎さん。そうですね、少々疲れました。コンビニはやはり大変な職場です。それで今日はどうされました。何か事件の手がかりでも。あ、いや違うんだ。チーズケーキ買ってきたからさ、一緒に食べようと思って。ございます。文子さんたちは出かけられてますけど、めいちゃんはいますからお茶にしましょう。サンキューな。にしてもやっぱり家事をやってる方が似合ってるぜ。似合ってるって。いい嫁さんになれるってことだよ。お茶を入れてきます。なんか悪いこと言ったか。じゃ、始めようか、さよたん。あ、はい。よろしくご教授ください。じゃあ、最初の文から行くぜ。はい。そうだ、
光太郎さんと二人きりで同じ部屋にいるんだ。 I want to eat a sweet cake。 前回の復習だから訳してみてくれ。二人きり光太郎さんと。さよたん、おい、聞いてるか。はい。それは俺は偉いのだという意味です。違いますか。ほら、ここ愛が主語だろ。意味は私だよな。で、術語がまた光太郎さんを意識すると何もわからなくなる。おーい、さよたーん。すみません。結局ほとんど進みませんでしたね。まあ焦ることないさ。そうだ、教科書ちょっと預かっていいか。はい、構いませんが。ちょっと俺なりに要点をまとめてみる。その方が自分の勉強にもなるしな。ありがとうございます。不出来な巫女ですみません。いいっていいって。じゃあな、お仕事頑張れよ。やれやれ、終わった終わった。あら、光太郎。お、ふみこたん。ごきげんよう、光太郎。いいところに来たわね。ちょっと頼まれてくれるかしら。刑務所のキムにね、荷物を持って行ってほしいのよ。差し入れかい。そんなようなものね。さすがに私では身内の面会で通すには無理がありすぎるでしょう。どうかしら。面倒な手続きはミュンヒハウゼンが済ませてくれるわ。ああ、そうだな。よし、引き受けるよ。キムさんには世話になったしな。じゃあ、準備は済ませておくから頼んだわよ。さて、言われては見たものの、まさか刑務所に来ることになるなんてな。キムさん、元気にしてるかな。お久しぶりです、光太郎さん。お元気そうで何よりです。また少し背が伸びたようですね。あ、そうかな。あんまりよくわからねえけど、キムさんも元気そうでよかった。ここは情報の整理に専念できますし、意外と毎日忙しいのですよ。それで事件に進展はありましたか。なあ、いや、そっちじゃなくてさ、フミコさんがこれ持ってけって。フミコさんから。それはまた一体。筆と硯と炭と文鎮だって。あと半紙の束もあったかな。刑務所の中じゃ不自由だろうってさ。それはやはり文をしたためよということなのでしょうか。しかし、そんな真剣に悩まなくてもいいと思うけど。まあ、文子さんもだいぶ心配してるみたいだぜ。そうですか。